遠い未来、人類は暴走したネットワークの支配を受け、都市から駆除される存在になっていた。電気漁師の数も減った。どうせあと一月もすりゃ全員餓死するんだ。あんた旅人か？どっから来た？下6000階層。ネット端末遺伝子っていうのがあるとセーフガードを止められるっていうこと。かけてみたいんだ、あんたとその人に。人間が都市の主って信じられるのかよ、こんなこと。私はズルの行くところならどこだって一緒に行くよ。自動工場に行けばまた偽装端末を作れる。あなたの目的も一緒でしょ。都市を人間の手に取り戻したいのよね。この人たちがやろうとしてることは村を救うことになるかもしれない。来るぞ。駆除犬、こんなに。我々セーフガードは排除する。あなたに守ってほしいの。